ありがとうございました。ここでジャズ研究会の皆様が普段使われている楽器の紹介をしていただきたいと思います。はい、ここからの時間は私が担当させていただきます。今からですね、2団体目のバンドさんの準備をしますので、その間にちょっと普段はわからない楽器について紹介したいと思います。今日はですね、アルトサックス、テナーサックス、トランペットの3つを紹介していきたいと思います。では、楽器のスタンバイが終わるまで皆さんに突然ですがクイズです。本当に突然ですが、今から紹介をしてもらうアルトサックス、テナーサックス、トランペット、この中に1つだけ仲間外れがいます。それは次のうちどれでしょう。シンキングタイムは10秒。ヒントは構造というかできているものです。10 8 7 6 5 4 3 2 1 0。終わりです。では仲間外れがアルトサックスだと思う人手を挙げてください。次に、じゃあテナーサックスだと思う人。あれ、優秀ですね、優秀ですね。トランペットだと思う人。あら、強い、すごいですね。じゃあちなみにトランペットは何楽器でしょうか。